始まるぞテオに名前を呼ばれた少女銀が顔を上げるうっそうと茂る森テオちゃん銀一人で出歩いちゃ危ないじゃないか人狼が出るかもしれないんだぞ大丈夫人狼が人を襲うのは夜中だけダメなもんはダメだ行くぞほらクッキー焼いたぞ また朝から何も食べてないんだろう <laughs> なんだよいや私よりもテオちゃんの方がのんきかもなってまじゃあいいもう食うな嫌です、うん、たくテオちゃん大好きはいはい私も好きだよでもテオちゃんお砂糖入れ忘れたでしょは味しないよ うすここはとある村いやかつて村があったただの跡地その広場にかつて村人だった男女が数人集まっているその多くは異様な緊張感を持って決して互いに触れようとはしない そこに男が一人苛立だった様子でやってくる何度試みても返答がない役人はもう2ヶ月来ていないどういうことだもうすぐ人狼になった誰かが人を食い始めるぞだからじゃないああだから去年の今頃狂い月が出ただろその結果人狼が出ると予測されたこの地域から1年かけて検査と 月に当てられなかった住民の避難が進められたそんなことみんな知ってるわよさっさと結論を言いなさいよあららじゃあはっきり言うね見捨てられたんだよ僕たちも。見捨てられた人狼になるのは2人誰かまではわからないけどこの数字は確実だと確かつくもさん言ってましたねああ 月の光が生むのは人狼ばかりではない人狼の能力を一部だけ宿した超能力者もまた同時に発生するすなわち選んだ人間が人狼かどうかを察知する占い師殺された人間が人狼かどうかを判別できる霊媒師選んだ人間を人狼から一晩だけ守れる狩人である 僕は占い師の力を得たもうすぐ力が覚醒して一人一人判別することができるようになるだろう心強いなつくもさんが占い師でよかった本当に本当は人狼がよかったんだけどね <laughs> 怖いこと言わないでくださいよ娘が二人入ってくる 幼い頃から姉妹のように仲のいいテオと銀である。てめえ、冗談で言っていいことじゃないぞこの中には人狼に家族を殺された人だっているんだ謝れテオちゃん、私、私は大丈夫だから。ダメだ絶対土下座させてやるちょっと脱線するのもいい加減にしてよ私たちが国から見捨てられたってどういうことよ おうそうだどういうことだこのサイコ野郎もう人狼がいつ覚醒してもおかしくないこれ以上の絞り込みは現状では無理そう判断されたということですかえっ <laughs> そういうことみたいねむしろよくやったと思うよ少なくともこの村の住人は数百人それを10人にまで絞ったんだからさ その十人が勝手に殺し合って、もしかしたら人狼を全滅させてくれるかもしれない。政府にとってこんなありがたい展開はないだろう。もう許せない。なんでいちいちそんな言い方をするんだガキは黙ってなおい、お前、本当に占い師なんだな。信じるぞ、俺は。お前を信じるぞ。あの。 ここらで一つ、自己紹介しませんかお互いの能力についての、開示もしたいですし。そうですね。いつ人狼が人を襲い出すかわからない。あの、もう、遅いかも。え銀の指さす先には、カラスの群れ。無惨にも人間の死骸を夢中でついばんでいる。 スタッフ一人目人狼 <laughs> いやだ人狼だ人狼が出たぞつくもシアター正義人狼ゲームオオカミなんか怖くないオがトガだ この村で青年団の団長をしているこの村は今とんでもない危機に瀕しているが起きすることはない人狼など恐れるに足らんなぜならこの青年団団長熱血柱のトガ様がいるからだ大船に乗ったつもりでいろちなみにこの物語のナレーションも俺だ <laughs> 金です 私はテオギンとは幼なじみなんだギン私がいるから大丈夫だからなサキです私はまだ19歳なんですよかわいそうだと思いますよね村の外に避難した弟のためにもここで死ぬわけにはいかないどんなことをしても皆さん私を応援して聞いてくださいねそうすけだ 揉め事はできるだけ避けてきたつもりだがなんでこんなことになっちまった無意味な死はごめんだ生き延びるぜ俺は一です本当は今すぐ逃げ出したい気持ちです人狼に食べられるなんて考えただけでもゾッとする絶対痛いじゃんでも僕はちっとも心配なんてしていませんだって きっとつくもさんが何とかしてくれますからねっつくもさんどうだろうね <laughs> でもまあせっかく占い師の能力に選ばれたんだこの僕つくもがこの村の連中を導いてやろうじゃないかうっさんくそいやつばっか誰も信用できないわ私はトマトよ 本名と年齢は「ひ」「い」「つ」私ね実は絶対死なない自信があるのだってね <laughs> どうも皆さんゴンザブローです笑いました今笑いましたよね気にしてるのにでもいいんです多分僕の名前ほとんど呼ばれない気がするから案外僕みたいなのがしぶとく生き残ったり すするんじゃないですかね最後まで僕たちをハラハラドキドキしながら見守っていてください村長の遺体を埋め一同が顔を合わせる頃にはとっぷりと日は暮れていた夕焼けの余韻の紫が闇に押しつぶされ 夜が近づいてくる。人狼の時間が来る。な、なんで、なんでこんなことに。僕は、何の力も持ってないのに。私だってそうですよ。弟は、私がいないで生活できるのか。早く、早く処刑しないと、食べられちゃう。君、美味しそうだもんね。 そんな、みんな自分のことばっかり、まず落ち着いて。沈まれー <laughs> 村長のおっさん、見ててくれ。仇は取るぜ。なーにあれ。さ、くわくわって口で言ったんで、目開いたこの中に おやすさんを殺した人狼がいるみんなそれは分かってます今日の処刑はこの青年団団長のトガ様が仕切らせてもらうすげえこの統率力これが青年団の柱の力かておちゃんてめえ <noise> そんなもんで乗り切れると思ってんのかおい 引き下げリーダーの座について、いいように白うとしてる神狼じゃねえのか確かに。こいつ綿密な駆け引きとかできそうもないし、いかにも破れかぶれでこういうことやってきそうだわ。<laughs> 嘘だろお前たち。青年団団長熱血走るの俺を疑うのか戸賀さん、あんた。みんな違うよ。 彼は人狼じゃない。こんなお粗末な計画をもう一人の人狼が止めないわけがない。<laughs> 現にかばう奴もいない。まあ、こんだけ馬鹿なら見捨てられても当然だが、処刑開始から相棒が減るのは避けたいはずだ。何より、実は今見えたんだよ。この占い師の能力でね。 彼は白人狼じゃないほうじゃあ人狼でもないのになぜこんな真似を簡単だよ狂い月に当てられて人狼に浸水してしまう人間がいるんだ彼はそう人狼の狂気だけを分け与えられてしまった狂人なんだ 聞いたことあります狂人殺すのかまあ村人の数をむやみに減らすのは得策ではないけど好き勝手の数だ俺はただの村人だただ青年団の団長として次からは僕もしっかり相手を決めて占ってみるしそれこそ闇雲に処刑先を投票で決めたって自滅するだけだつくも殺してやる コロ殺してやるぞほほこ怖い怖い。占い師の僕を殺すだって、そんなことをしたら、村はあっという間に人狼のものになる。やはり、彼を生かしておくのは危険だ。ちょちょっと。人狼2人と手を組まれれば、好きな処刑先に賛否を投票できるようになる。やはり。やはり 殺しておかない手はないよね。とガだおさえろやめろこのバカ野郎チキ離せ違うんだよ本当に何の力も持っていないこんなことが許されると思っているのか暴れないでください俺は大人しく死ね離してくれどけうこうやんだ何をああ<え>あああ 俺、<laughs> 手ハにあった角材で何度も人体を砕く音が止む頃には、村人たちは、自分たちが置かれた状況の残酷さが、ようやく伝わったようだ。テオちゃん。 だって《こんなに簡単に死んでいいの》お嬢ちゃんよ簡単に見えるからなら明日の処刑はお前がやってくれよにらむなよ悪かったってじゃあもう部屋に戻ろうぜいつ襲われるとも限らないんだ狂い月に当てられたと見なされた彼らは 町の宿泊施設だったものに収容されている一歩も施設の外に出られないということはないが結局バラバラで寝起きしては人狼の格好の獲物になるという理由から同じ場所で寝起きしているおののが諦めたように自室と決めた客室に引き上げていく「生きてる僕は明日も生きてる」 生きて村を出れるつくもさんこんばんはちょっと今夜一緒にいてもらってもいいですか私心細くて本音を言ったら 一晩好きにさせてあげるから、私を占ってよ。死にたくないの。どうぞ。これじゃ孤独ね。そして夜も深まった頃、施設の廊下を歩くものがある。言うまでもなく、人狼である。 お前かよてっきりあの偽占い師かと思ったぜ俺の相棒はよ人狼のくせに鼻も利かないのじゃああのつくぼとか言う野郎てめえが強人なんじゃねえかうまいことやったねなんだかんだ村人たちの心の支えだった戸賀さんの信用まで失わせることでみんな疑心暗鬼になって団結は難しいしかも強人の立場まで戸賀さんと一緒に処分した なんかお前イメージ変わるなその銀でいい銀か俺の言葉好きに呼べ宗介でも相棒でも分かった宗介しかしこのままつくもに乗っかっていくには問題がある本物のの占い師そうだなぜ名乗り出なかったのかは分からんが 今夜仕留められたら言うことはない今なら他の役職付きも名乗り出ていない明日になれば誰を占った守ったトガの白黒必ず発表されるそうなればつくもが処刑されかねないしカリウトが誰を護衛すればいいか把握してしまう今が最後のチャンスだお腹減ったしね違いない人間の飯は味がしない私たちだって 人間だよ誰を襲う間違って霊媒師を襲いたくないね戸賀さんが白だからつくまが当てたことになる今の印象じゃわかんねえんだよな今日のところはカリウドも勘で守ってるだろうし私たちも勘でか、うん、こんばんは 君、もしかして人狼かく、くそおっと逃げられないぜ。ねえ、見逃してくださいよ。俺みたいな能力なしの村人、殺したって後々、あんたたちが苦しくなるだけじゃないですか。それでお、俺なら、もっとあんたたちが殺したい奴を知ってる。た、だから見逃してください案外、東京あるんだな、お前。それで、何を知ってる そうだ、占い師だつくもは偽物らしい自分が本物だってさっきこっそり言われたんだあの女にあああああてめえ、逃がすか <laughs> ごめん、とっさでやっちゃった。ふざけんなてめえ誰だ占い師はた、助け、助けて。くっそ、アズれか ソースケバレちゃうよ肉が柔らかいうちに食べよういや毛食いしてやれしかし収穫はあった占い師は女かドイツださあね本当かどうかわからないしお前の保護者だったりしてテオちゃんは違う絶対そうすけ後にしよう 食べて帰り道を落としたりしている手間を考えるとそんなに時間ないよああそれぞれの思惑が交差した夜はやがて終わり朝が来た一睡もできないまま銀が廊下に出ると襲撃された権三郎の部屋の前に人だかりができている銀おはよう見ちゃダメだちン てオちゃん。大丈夫。私がいるから。ありがとう。でも、ごめん。てオちゃんだって怖いのに。怖くない。え狼なんか怖くない。怖いのは。遺体を客室に残したまま、広場に集まった一度。おはようございます、皆さん。こういう時に。 いいのかどうか分からなかったんですが、一応、朝食用意しましたけど。ありがとうございます。おー、嫌われないように必死だな。ちょっと、そんな言い方ないじゃない。ありがとう。コーヒーもらえるかしらお揃いですね、皆さん。何なのここに宣言します。僕が。 霊媒師の力に目覚めました昨日処刑された戸賀さんは白人狼ではありませんでしたつまりつくもさんの言うとおり彼は強人だったということですまだ強人かどうかまではわからないじゃないこのレディの言う通りだよ一君状況証拠しかないからねなぜそこまで彼をかばおうとするのか何か理由があるのかな 彼をかばう理由はないわね。でも、あなたを疑う理由ならあるわよ。伺いましょう。昨晩ね、私も占い師の力に目覚めたのよ。ねえ、こういうことってあるのかしら。騙したのあなたね、嘘をつくにしても、もっとまともな嘘をついてくださいよ。 つくもさんこそが本物の占い師。現に戸賀さんは予言通り白でした。落ち着きなさいよ、坊や。9人中7人が白なのよ。偶然でも十分当たるわよ。じゃあ私たちは、勘違いで、戸賀さんを。おい、お前ら一旦冷静に。<laughs> はい。よくわかりました。 狂人を潰されて墓穴を掘りましたね、お色気姉さん。あなたが、人狼ですね。つくもさんそうですよね。遅れて名乗り出るなんて調子が良すぎる処刑だ、処刑待ってまだ朝ですよ。と賀さんの時は時間もなかったし、みんな冷静じゃなかったけど、今は違う。私は、この人の話を聞いてみたい。 えらく嫌われちゃったなでもいいよ確かに一日に処刑は一回で十分だ偽物がどこまで信用を勝ち取れるか見せてほしいな昼下ががり、森ののの中。筑本人狼の宗介、銀三話している。二人に大事な話がある実はね 僕は強人なんだ知ってるよ初手から気づいてたよなんだっておいいや一応やばくなかったさっきの <laughs> 僕処刑されるかも遊びじゃねえんだぞそうだと思う遊びじゃない殺し合いだからこんなに楽しいんじゃないか <laughs> あああ,あ,あ,あでもまあ安心してよもう勝ったからどういうことだよやれやれ君たちは俯瞰で盤上見つめることはないのかい残り人数は全部で7人僕たちですでに3票あるそしてあの霊媒師の一君は僕に浸水しきっている彼の票を入れて4票もう誰でも 好きな人間を処刑できるんだよおう占い師が出てきた以上処刑は多数決になるだろうもう僕たちは村人の心臓を掴んでいるのさおーいギーどこだおったじゃあ子犬ちゃんまた投票でね夕方過ぎつくもが施設のロビーに入ると すでに大半の村人たちが余っていた。どうしたのみんな。リラックスリラックス。黙って座れ。ことごとく女性に嫌われてるな。僕、かなりハンサムな方だと思うんだけど。言ってればわいか。やべえことになってるぞ。ようやく揃ったわね。実は私、さっき能力で、 人狼を見つけてししままいました。へえよっぽどあんたを占ってやりたかったけど占い師を名乗っている以上信用されないだろうしまったく議論にも参加しない謎の多い人を占ってみたらまさかのビンゴだったわえっそわそわしたって占い結果は変わらないわよ銀ちゃん 待って銀が人殺しなんてできるわけないだろう何かの間違いだ処刑してみればわかるでしょう <laughs> そしたら一君が朝銀ちゃんが狼かどうかを見てくれるだよねはい任せてくださいっどんなに嫌な奴でも同じ村の仲間だからと思ってたけど もうお前だけは堪忍できない。ここで処刑してやろうか、このクソ野郎テオちゃん、ダメだよ。私は大丈夫だから。大丈夫じゃない。こいつはね、銀に死ぬって言ってるんだよ。まだつくもが占い結果を言ってねえじゃねえか。お前も悪ふざけは大概にしろ。そうだ。ごめんなさい、つくもさん。ははは、ごめんごめん。 まあ、そう言ってくると思ったよ。ここらで厄介な誰かを処刑しておきたいって気持ちはね。人狼の生命線、狂人を初日で失った焦りによるものだ。厄介といえば当然能力持ち。すでにカミングアウトしている能力者の一君と僕は無理。となると残りはカリウドだ。カリウドはすでに死んでいるかもしれないが、一か八か狙うしかない。となると、 狩人は人狼の襲撃を防げるでも自分だけは守れないだから狩人は自分が狩人であることは隠さなくてはならない真っ先に人狼に襲撃されて誰も守れなくなるからね話なげんだよごめんごめんつまりね狩人は寡黙になりがちなんだ 目立たないようにね。たったそれだけのことで彼女を人狼に仕立てようとした度胸だけは認めてあげるよ。占いの結果、やっぱりあなたは人狼でしたよ。お姉さん。私を占うって言ったじゃない。先に僕を見限ったのは君だろう。あ、れた。対抗してる占い師を占うだなんて。 あなたの行動は怪しすぎる。つくもさんは全部お見通しだ。つか、フルになる。多数決だ。どっちかの黒に投票しろ。全員が紙切れに処刑する人間の名前を書き、テーブルの上に伏せていく。開票はテオが買って出た。開けます。 金、一票。また、金。これ、トマトさん。そのお姉さんに、一票。何ですってまた、トマトさん。金。 一票。あと一票で、銀が死んじゃう。これ、つくものか。隠さず、トマトって表に書いてある。わかりやすい。な、何考えてんのもし仮に私が偽物だったとしても、占い師を名乗っている人間を処刑したら取り返しがつかない最後。これ、 私のです。トマトさん。ねえ、あんたバカなんじゃないのあんたはつくものこと偽物だと思ってるって言ったじゃない取り消しなさい早く取り消さない。死んでも取り消さない。あなたに入れなかったら、銀が死んじゃう。私、それは、できない。 このバカこいつは人狼どうやったって一緒には生きられないもしそれが本当でも、私は、金が死んじゃうなんて嫌だ<笑><笑>おいもう決まったろやるぞ嫌だ嫌だ私がやる。おい宗介が持ち出した大ぶりの包丁をテオが奪い取る。そういう約束でしょ。てめえら 心馬鹿ども後悔するぞ笑ってんじゃねえぞ、つくも死んでも絶対呪い殺してやるからなこの怒り野郎地獄に落ちろ義は、私が守るんだどこ悲鳴。血しぶきの音がホールにこだまし、静まり返ったホール。鮮血にまみれた手をに。 唯一銀だけが声をかけた。ておちゃん。大丈夫。銀。絶対守るから。銀は人狼なんかじゃないから。<laughs> よや、危なかったな。平気。誰にするその前に。なんで自分に投票した <laughs> 昼間話したろ。俺たちだけで4票入るはずだったんだ。お前の友達がお前に入れてたら死んでたんだぞ。もう。 平気だからはぁ覚悟決めたからそうかい今日は霊媒でしょあのトマトって女が白って分かっちまうからなせっかく本物が死んだのにつくもが処刑されちまう決まり頼もしいぜ相棒 さあっっどうしたこれ結界生きてなかったか狩人ここに来てじ人狼助けて部屋の外に人狼がいる逃げるぞ狼たちは逃げていき朝が来たロビーに集まる六人 その雰囲気はいつになく重い「銀」「昨日はつくもさん」テオの言葉を遮るように発せられた彼の言葉はこれまでの彼とはまるで違うものだった名前を呼ばれた方の男は「何を言いたいのか分かっている」というふうに微笑したまま答える「何だい?」 一君、昨晩はラッキーだったね。トマトさん、白だったんです。へえ<ー>。なんでそんな嘘ついたんですかつくもさん。さあねえ、なんでだったかな。ちゃんと答えてくださいよもうない。 何,だって何でも何もないこいつが人狼だったんだ決意したように銀がつくもを指さした一瞬ほんの一瞬大きく顔をゆがめてつくもが笑ったその顔はさながら悪魔のようだったそんなわけないだろ つくもさんは今まで村を導いてくれたじゃないかでも実際人狼は一匹も死んでないじゃないこいつは味方のふりをして騙すペテン師なんだニコニコといつもの表情で微笑み続けるつくも何か事情があったんですよねつくもさん占い師のふりをしなきゃ村を守れない理由がいい加減目を覚ましなよ。 なんで黙ってるんですか、つくもさん。いつもみたいに大逆転の一策があるんでしょう僕たち凡人にはわからない、すっごい仕掛けで人狼をやっつけてくれるんでしょつくもさん、意地悪だけど、いつも最後には僕を助けてくれた。安心するようなことを言ってください。言えよあんたが人狼なんて嘘だ人一倍臆病な位置にとって、 くも,はもはや善悪を超えた絶対の存在になっていた自分の弱さを忘れさせてくれる小野が孤独を認めてくれる神の腕にせがりつく位置しかしその神の腕に刻まれていたのは小野が浸水しているのは神ではなく悪魔だということを示す文様に他ならなかった つくもさんこのやけどうんそうだよ昨夜君を襲撃した時に狩人の張った結界に触れてしまったんだまさか狩人がまだ生きていたなんてねジロ <laughs> とつくもがテオに視線を向け 宗介と銀は大きくうろたえた。じゃあ、あんた、やっぱり。最初からそう言ってるじゃないか。そうだよ、一君。僕は人狼なんだ。しょ、処刑だもう待つ必要ない <laughs> あ,ああ 狂気を探すソウスより早く動いたたものがあったロビーに集まる前から用意したであろう刃物を位置が構えている刃を向けられている塔のつくもは微笑を崩さず腕を大きく広げてみせたよーく狙いたまえ殺してやれダメ <laughs> <laughs> 弾かれたように先が放った言葉は一瞬遅く。刃はつくもの体に深々とめり込んだ。そのままつくもの上に馬乗りになり、刃を振り下ろし続ける位置。もはや何も聞こえていないのだろう。死ね死ね神童倒しやがって <laughs> あやっぱり殺されるなら君なんかより人狼に殺されたかったな止まれもう死んでる宗ケに制止され天を仰いだ一はまるで魂が抜けたように倒れよろよろと部屋に引き上げていた。 咲さんなんで殺しちゃダメってあの男がいくら言い訳が難しいからって素直に関念するわけないそれは確かにまだわかんないのあいつは人狼じゃなくて強人だったんだよはめられたの 狂人は人狼の味方だけど村人には違いないだからこの局面で村を守るためには絶対に殺しちゃいけなかっただとしたら人狼はまだ二人残った村人が三人だからあと一人村人がかけたらもう人間の不利をやめて襲ってくる今夜カリウドが護衛を成功させなければ 村人は全員食い殺されるそっかロビーツくもの亡骸の周りに残っている人狼の二人こいつやろうと思えば生きたまま勝てたよなうんどうして 心を降りたかったんじゃないのかな位置を無理やりにでも言いくるめて力はずで勝つよりも自分を殺させることによって村人たちが自滅する道を選んだという状況を作りたかったんだと思う性格あり今さ<更>ら確かに今さらかしかし驚いたぜ銀がつくもを村人に売った時 つくもがっったみたいだった。みいだでも結局それもこいつの手のひらの上見てよこれ今朝私の手のやけどを見て自分で自分の手を焼いたんだみんながロビーに集まりきるまでの少しの間にみんなの前で堂々とね性格悪いなんでこの人こんなに自分のことが嫌いなんだろう はめちゃくちゃナルシストだろそうそうなんだけどなんかそんな気がしたの行こう宗介今度は失敗できない人狼の能力を授かった能力者の中唯一特別な力を持たない狂人 人狼の狂気だけを受け継いだ男の悪意は死してなお、猛毒となって生き延びた者たちの心を縛り、悪意は人狼となった少女に受け継がれた。誰にもその心を見せることなく、獣の王は眠りについた。そして、最後の夜が村の空を塗り替えた。結界は 貼られてないみたいだ。あのよ、やっぱり。宗介の静止を振り切り、少女はドアを開けた。こんばんは、テオちゃん。よ、来たか、銀。やっぱり、知ってたんだ。いつからだいぶ早い段階から。 私さ銀にあげたクッキー自分でも食べてみたら失敗しちゃってたんお砂糖入れ忘れたんでしょ味がしなかったからしょっぱかったのえ私間違えてさすげえ塩入れちゃってたみたい味がしないわけないんだよ 金の様子がおかしかったことはずっと気づいてたでも気づかないふりしてた金と金と一緒にいられないなんて嫌だったからなあ銀 やっぱり俺が。ダメダメ。私がやるから、ちゃんとやるから。そうかい。じゃあ俺は結界のない方の奴を食う準備しておく、よく別れしてやるんだな。そっか。もう人狼であることを隠さなくても、皆殺しにできるもんな。これで村は全滅。 言っただろ。銀のことは絶対殺させないって。テオちゃん、ごめん。ごめんね。泣くなよ、銀。私ずっと思ってた。銀になら食べられてもいいって。私も、人狼になってからずっと、テオちゃんのことが食べたくて仕方がなかった。 だって思ってて思たけどやっぱり、レオちゃんが一番美味しそう。私が一番だと嬉しいな。あんたの相棒、優しい奴じゃん。うん。あいつなら、銀を守ってくれそう。だから、私はもういい。 ごめん。ごめん。夜れが止まらない。ておちゃん、いなくなっちゃうのやだ。食べてもいなくならないで。無茶言うなよ。さ、銀。もう、いいでしょう。

前を見捨てた世間なんかに負けるな頑張れ金

人狼たちが制したあの女はさき死んでた結界聞いてから部屋に入ったら首吊ってたよまああの人らしいっていうか殺されるよりはいくらかマシかもなんじゃあ行くかお前はどうする私たち 相棒でしょ死ぬ時は一緒だよそうかじゃあ一緒に紛れ込めそうな別の村を探そうオーケー歩き出すソウスケ銀は自分の胸に手を当てるテオちゃん私生きるよ一日でも長く 何人食べてでもはい,いくはーい駆け出した少女しかしふと立ち止まり自分の生まれ故郷であり親友や知り合いを殺した惨劇の舞台となった村を振り返る狼なんか怖くない本ン 本当に怖いのは人間だからつくもシアターがお送りする第一弾となりました「聖劇人狼ゲームオオカミなんか怖くない」いかがでしたでしょうか つくもシアター支配人及び原作者、狂人つくも役のつくもふくろうです。皆さん本日は最後まで聴いていただいて、本当に、本当にありがとうございました。いいなと思った演者さんがいたらね、ぜひよかったよって声をかけていただいて、この作品もですね、ハートをしていただいたり、SNS での拡散など、 ぜひぜひよろしくお願いいたします3月の終わりに書き上げた作品を丸1ヶ月かけて演者集めから収録で無事公開を迎えられて感無量ですそこでまず感謝を述べたいのはやはり僕を信じてついてきてくれた8人の演者たちです僕の脚本にこんなすごい人たちが集まってくれたっていう驚きと この人たちでなかったらこんなに素晴らしい作品にならなかったなぁと感じた、えー、そういう今日でしたね心からの敬意と感謝を送りたいと思いますありがとうあなたたちはすごいです本当によくやってくれました、えー、そして聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございました 脚本を書くに至って、実は苦労らしい苦労は、えー、しませんでした。僕の役であるつくもくんもですね、えー、こんな重要なキャラになる予定ではなかったんですが、まあ、キャラクターたちが勝手に物語を作り上げてくれて、えー、まるで実際に起こった出来事をですね、書き起こさせられているような気分でした。はい、えー、長くなりましたが、 つくもシアターでは音声編集を手掛けているか、手掛けていただける方やイラストレーターを大募集中です。声や演技に自信はないけど、声劇に関わりたいという方はですね、ぜひつくもまでご連絡ください。お待ちしております。えー、最後に宣伝になります。つくもシアターではすでに第2弾の人狼ゲームを制作中です。えー、夏休み頃の公開予定となっております。 長いなーって思いました。大丈夫です、えー。5月の下旬にはですね、連続恋愛ドラマを公開する予定ですので、今後ともつくもシアターから目を離さないように期待していてください。改めまして皆さん、本当にありがとうございました。どうも、つくもシアター人狼ゲームに参加させていただいた銀役のととすきです。 初めましたのかと、はじめまして。快楽自己紹介させていただきますと、18歳の大学1年生、歌うことと声聞、声優き、そして寝ることが好きです。普段は弾き語りは複雑な枠やってます。えー、今回は、つくもさんにお誘いいただいて、この企画に参加させていただくことになりました。いや、まさか、人狼役になるとは思ってなくて、 すごい、あの、ドキドキしながら参加させていただきました。すごいね、あの、スプーンの現役の声撃上手い方々と一緒にやれて本当に良かったです。いや練習の最中もすごい緊張感ある中で私も参加させていただいたんですけど、本当にいろんなことが勉強になりました。なんか途中でつまずいたりしたことがあったんですけども、 あの、宗介さんとかにもね、助けていただいて、本当に助かりました。この人狼ゲームでは、その銀役をやらせていただいてるんですけども、この銀は人狼で、えー、二面性のある感じで私は工夫して演じさせていただきました。ぜひその銀ちゃんの二面性、ぜひ堪能してみてください。 つくもシアター、聖劇、人狼ゲーム、狼なんか怖くないへのご来場、誠にありがとうございます。カ人手ード、手を演じました、デングリと申します。スプーンを始めて約1年4ヶ月ほど経ちましたが、私は普段、デングリラジオというキャストラジオパーソナリティと、遠くの読み手として活動しておりまして、初めて聖劇というものに今回挑戦いたしました。 出演させていただくことになった経緯としましては、主催のつくもふくろうさんのオーディショントークをたまたまお見かけしてセリフを吹き込んだところ、声劇やってみませんかとお声掛けいただいたのがきっかけです。私は高校時代に演劇を少しやっていたのですが、それから今まで、 約3年ほどですかね、ブランク期間があったので、不安はあったのですが、またいつか何か別の形でも良いので、表現の世界に戻れたらと思っていたので、今回こうして参加することができ、非常に嬉しく思います。主催の方、役者の皆様、スタッフの方、そして本日足を運んでくださったお客様に心から感謝いたします。またもし機会がありましたら、正劇、たくさん挑戦していきたいです。 実はこのカーテンコールの音声を吹き込んでいる今色々いろいろな大人の事情によりまだ完成版を聞いていないという時空の狭間にいるのでどのような感じに仕上がっているのかわかりませんが最後まで楽しんでいただけているようでしたら幸いですというわけで私からの挨拶は以上になります本日は誠にありがとうございました霊媒師一役を演じさせていただきました A1 です 今回ありがたいことに声劇にお誘いいただきまして僕にとっては実に8年ぶりほどの声劇収録となりました声もバリバリ少年声を作っての出演となっております人狼ゲーム自体も久しぶりに触れたのでどんな感じかを思い出す楽しみもあり関われてよかったなって思います是非楽しんで聴いていただけたんなら嬉しいです ちなみに、普段僕はスプーンでかそった雑談枠をたまに開いておりますので、お時間合えばぜひ遊びに来てください。それでは、一役の英一でした。占い師、トマト役のあやまるです。人狼ゲーム、狼なんか怖くない、聞いていただいてありがとうございました。えー、私は声劇に参加するのは初めてで、 とても緊張していたんですけど、楽しく演じることができました。トマトさん、お色気お姉さんポジションだったんですけど、どうでしたかね <laughs> お色気感出てましたかねみんながこう、いいなって思ってくれたら嬉しいなと思います。<laughs> 普段はですね、私スプーンで寝落ち枠をやっています。あとはキャストに歌や朗読をあげたり、 トークも最近始めました。声劇好きさんとつながれたらいいなと思って今回参加させていただきました。つくもさんお誘い本当にありがとうございました。楽しかったです。えそして演者の皆様お疲れ様でした。またぜひこういう機会があればお誘いいただけたらななんて思ってます。それではトマト役あやまるでした。 村人、兼、ナレーションのトガです。はい。ありがとうございました。えー、トガの役をやらせていただけましたトガです。はい。本名ですね。そのままですね。はい。<laughs> 楽しんでいただけたでしょうかド派手に死んでやりましたよ。<laughs> これからも、えー、トガをよろしくお願いします。はい。バイバイ。 約束村人先役のチーです本日は聴いていただきありがとうございましたえっと今回声劇に参加するのが初めてということもあって最初はすごく不安で大丈夫かなって思ってたんですけど無事やり遂げることができて安心しております <laughs> えっと自分はトークで遊んでたらつくもさんがこう声をかけてくださって今回声劇に参加することになりました えっと、サキちゃんなんですけど裁縫を最初に頂い,いた時にすごくイメージがしやすい女の子で多分サキちゃんだったらこういう言い方するよなとかこういう雰囲気だよなとかっていうのはすごく考えやすかったので子が自分に結構しっっっくくりくる <laughs> 役だったののかなっていうのはも、えっともとお芝居をするのが好きで高校時代に少しやらせていただいていたのでだからまた。 こういうことができて、自分は本当に嬉しいです。<laughs> だから今後もなんかこのような企画がありましたら、自分も参加してみたいなって思うので、お声をかけてくれると、とてもとても <laughs>、とても嬉しいです <laughs>、えー。ぜひよろしくお願いいたします。えー、では、本日は本当にありがとうございました。以上です。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。えー、今回、 人狼ゲーム、村人のゴンザブロー役の声を担当した、白クジラでございます。えー、本当にね、声撃はね、本当に初めてなので、ちゃんとできるのかなとか、いろいろと不安でしたが、えー、全力で、えー、と、やらせていただきました。本当にね、めちゃくちゃ機械音痴なので、えーと、違った面でも、本当にね、つくもさんにはちょっといろいろと迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ございませんでした。なんですが、えーと、皆さん、 ぜひ、楽しんで聞いていただけたら、嬉しいです。えーとですね、普段は、えっ、ー、と、私、白くじら、スプーンのトークなどで遊んでいますが、最近はなんと、セリフ枠もやるようになりました。毎週土曜日23時から定期枠で、えっ、ー、と、配信をすることになりました。えーとですね、もし皆さん、あの、その、毎週土曜日23時に、なんか、遊びにいいよ、行ってもいいよ、とか、時間ある方、 どうしどうし遊びに来てくださいね。セリフとか色々投げてくれれば、喜んで、呼びます。呼びます。はい。はい。本当にコミュ力解明なので、本当にごめんなさい。えー、っとですね。今回、えー、皆さんと声劇ができたこと、大変嬉しく思っております。本当にありがとうございました。えー、今回、声劇のオファーをしていただいたつくもさん、本当にありがとうございます。そして、皆さん、本当にありがとうございます。 また、皆さんと正撃ができたらいいなって、思っております。はい、そんな中で、いつも、私、コミュ力が皆無なので、何を言ってるのかわからないということなので、本当にごめんなさい。<laughs> はい、本当にもう本当に、楽しかった。嬉しかった。もう幸せでした。それしかもう、ないんですけど、皆さん、なんかこんなグダグダでごめんなさい。また、えーと、 正撃。できたらいいなって思っております。はい、本当にありがとうございます。皆さん楽しんで聴いてくださいね。ありがとうございます。人狼男役兼編集を担当しました、宗介と申します。こんにちは。えー、つくもシアター楽しかったですか楽しんでいただけてると嬉しいです。えー、つくもさん、えーと、お疲れ様でした。プラス、ありがとうございます。あのー、仕事もある中、 えー、脚本を一から書いて人を集めて、まあ、こういう企画をするっていうのって、まあ、とっても大変だと思うので、えー、今回少しでも応援になればなぁと思って参加させていただきましたこんなに長い声劇の編集は初めてでしてなんとか楽しくやることができました今回すごい効果音作りがたくさんあって結構あの人を刺したりとか殴ったりとかそういう結構バイオレンスな音が多かったんですけどそれを作るのが結構楽しかったですね あのー、椅子蹴っ飛ばすシーンがあの本編にあるんですが、まあ、実際椅子蹴っ飛ばしてみようと思ってちょっと蹴っ飛ばしたら床がへこみまして <laughs> もうすでにいい思い出となっておりますね、あのー、みんなそれぞれの演技がとっても素敵で作ってる中すごいこうテンションを上げながら作ることができたのでとっても本当に楽しい企画でした参加者の皆様えお疲れ様でしたとっても素敵な演技ありがとうございます いろいろちょっと無茶も聞いてもらっちゃって、本当にすいませんでした。ありがとうございました。あ,あ、そうだ。演技の合わせ中に、噛みまくって、申し訳ございませんでした。<laughs> えー、つくもシアターは次回作も、今制作が進行中とのことで、楽しみにしていてください。<laughs> 最後までお聴きくださり、ありがとうございました。えー、演者の皆様、つくもさん、ありがとうございました。 ソースケでしたそれではこれにてスクモシアターは一時の閉幕でございます本日はお越しいただきありがとうございましたまたすぐにお会いいたしましょうごきげんよう